皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、大飢饉に関する予言の2回目をご紹介します。今回はカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。大飢饉の予言。ゴミメディアがアメリカの人参の出荷が 40% 減少すると言っています。私は自宅で人参を育てていますが、サツマイモの出荷も昨年 20% 減少しました。セロリも 20% 減少しました。サツマイモは簡単に栽培できるため、私も育てており長期の保存ができます。実際サツマイモだけでも多くの栄養が含まれているため、健康に生きていくことができます。ジャガイモはそれほど健康的ではありませんが、サツマイモはとても健康的です。来年の収穫はさらに差し迫って減少します。ですので来年はジャガイモを自宅の庭で育てるといいでしょう。サツマイモなら自宅で箱の中でも育てることができます。サツマイモの出荷も 13% 減少しています。果物の栽培もアメリカやカナダで霜の被害を受け、多くの果物が失われました。私のアンズの木も実を結びませんでした。桃の収穫も今年は 15% 減少しました。フランスでは野菜の収穫が 35% 減少し、それにはブドウも含まれており、ワイン生産の減少につながるのです。以前ワインとブドウが大きな被害を受けると予言しましたが、1000エーカー以上のブドウ畑が消失しています。収穫量の大幅な減少はイギリスでも予測されています。干ばつは水にも影響を与え、草にも悪影響が出ます。それが飼料のコストを上げ、農家の方々に大変不快な決定をさせようとしています。以前ハンガーゲームの動画で何千もの牛が死んでいる映像を出しましたが、それと同じ現象が世界中で起きているのをご存知だと思います。そして酪農家は家畜を群れごと売却することを迫られているのです。屠殺場のスケジュールも家畜を処分するために埋まっています。オレゴンでは家畜の数が 41% も減少しており、ニューメキシコでは 43% の減少です。テキサスはもっと深刻で 50% もの家畜が失われました。牛だけでも屠殺場の予定が埋まっているのに、豚や鶏はどうなってしまうのでしょうか。ハンガーゲームの動画で取り上げましたが、数百もの農家や食料工場が破壊され焼き打ちにされました。もうお忘れかもしれませんが、そこでは数百万羽もの鶏や七面鳥が失われたのです。元旦予言でも感謝祭の食事について警告しました。直ちに七面鳥を買わないともう買えなくなると申し上げました。もう見つけることすらできなくなるのです。そして価格は4倍にも跳ね上がります。20ドルで買えていた七面鳥が80ドルになるのです。毎年私は感謝祭の日にステーキを調理します。ベジタリアンの方は気にしなくても良いかもしれませんが、再度ここで皆様に警告させてください。肉はとても高価となり、もうすでに値上がりしていますが、もう肉は買えなくなるかもしれません。アメリカにおいて過去6週間、5カ所で想定外の洪水に見舞われました。しかしこれはスピリットが言う2023年に起こるであろう出来事に比べれば大した問題ではありません。もし土砂崩れや洪水が予想される地域や低地に住んでいるのでしたら、逃げ場所を確保することがとても重要です。2023年の母なる地球の怒りからは誰も逃れられません。また中規模の地震も襲ってきます。今まで申し上げたことは、ノストラダムスや聖書の予言に完全に一致する事象の一部に過ぎません。飢餓が来るのは確実で、それは疫病や害虫を呼び寄せます。私は害虫、特に体の中で動き回る虫が嫌いですが、それが新たなロックダウンを引き起こします。今度のロックダウンは気候を口実にして再度人々を囚人にするのです。
悲しいことに2023年には多くの新たな害虫が出てきます。これは来年の元旦予言でもお伝えすると思います。ノストラダムスの予言では、この神の町では巨大な雷が落ち、二人の兄弟が混乱の中で引き裂かれても要塞は持ちこたえ、偉大なる指導者は三番目の大戦争に屈服し、町は炎上すると言っています。これは第三次世界大戦を予言したものだという人もいますし、第二次世界大戦の予言だという人もいます。私は今までの予言の中で城壁の裏での戦いについてお伝えしました。これはサウジアラビアのことだと思いますし、今なら理にかなっています。権力のために人を殺し、王様までも殺そうとします。この予言はサウジアラビアで起きていることを描写しているように感じられます。食料価格高騰のため、もうすぐレストランの閉店が始まるでしょう。人々も外食する余裕がなくなってきます。以前も食料危機に関する予言の時に申し上げましたが、もしお金に余裕があるのでしたら、大手外食チェーンではなく地元のレストランに行ってください。これらの中小のレストランや中小企業はとても大事だからです。彼らがなくなったら食料を扱う企業が大手に独占され、結果的に食料すらもウォルマートやアマゾンから配送されることになります。またスピリットはファストフードについても話しており、 M のロゴのある大手バーガーチェーンでフライドポテトが不足すると予言しました。それはすでに日本で起きているそうです。家畜や鶏肉の問題もそうですが、多くのファストフードが閉店や移転を余儀なくされるでしょう。今後数年で M のロゴのバーガーチェーンは数千もの店を閉めることとなるでしょう。以前私は多くの食料品店が閉店すると予言しました。人々は食料を得るために長時間運転しなければならなくなるともお伝えしました。そのような事態はすでに起きている場所もあります。ですので地元にある中小の食料品店も支えてあげてください。私はフィラデルフィアにある食料品店の家に生まれましたので支えてあげたいです。小さな食料品店や肉屋は黄金に勝る存在だと思ってください。いかがでしょうか。肉好きな方には悲しいお話でしたね。人間は腸が長いのでもともと肉食には向いていないようです。この機会にベジタリアンに転向するのもいいかもしれませんね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。